5月5日14時42分ごろの石川県能登地方の地震について説明いたします。この地震では震度6強を観測しています。石川県で震度6強を観測しました。揺れの強かった地域では家の倒壊や土砂災害の危険があります。今後の地震や雨に十分注意してください。危険な場所には入らないでください。1週間程度、特に今後 2,3 日の間、最大震度6強程度の地震に注意してください。加えてこの地域では2年以上地震活動が続いており、当面継続すると考えられますので、引き続き注意してください。また連休中ですので、普段いない場所にいるという方もいらっしゃると思います。改めて周囲に危険な場所がないかご確認ください。次に地震の概要です。発生時刻は5月5日14時42分です。マグニチュードは 6.5 です。これは暫定値です。速報値のマグニチュード 6.3 から更新いたしました。場所及び深さです。石川県能登地方、深さ 12km、暫定値です。速報値の深さ 10km から更新しています。発震機構は北西南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、地殻内で発生した地震です。震度は最大震度6強を石川県の珠洲市で観測しています。東北地方から中国四国地方にかけて震度5強から1を観測しています。地震活動の状況、16時現在では震度1以上を観測した地震が13回発生、震度6強1回、震度41回、震度31回、震度24回、震度16回という状況です。長周期地震動は石川県能登地方で長周期地震動階級3を観測しています。めくっていただいて、防災上の留意事項です。防災上の留意事項。この地震により若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっていますので、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意し、やむを得ない事情がない限り、危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。今後の見通しです。過去の事例では、大地震発生後に同程度の地震が発生した割合は、1、2割あることから、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意してください。特に今後 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。またこの地域では2年以上地震活動が続いており、当面継続することが考えられますので、引き続き注意してください。めくっていただいて図の説明です。こちら、観測した震度です。左側が各観測点での震度、6プラスと書いてあるのが最大震度6強を観測した地点です。その周りで5マイナスというのが5強、4、3というのは震度ですね。で、右側が推計震度分布図、その周りの、震度の状況を推定した図になります。めくっていただいて、長周期地震動階級の観測状況です。石川県能登地方で
長周期地震動階級3を観測しています。左側の赤いところですね。右側は長周期地震動階級の解説になります。めくっていただいて緊急地震速報の発表状況です。この地震では地震発生経過時間 7.3 秒後に緊急地震速報の警報を発表しています。発表した地域と主要度到達までの時間は右側の図になります。めくっていただいて今回の地震の発生メカニズムの概念図です。今回の地震は地殻内で発生した逆断層型の地震です。地殻内、陸域の浅いところで発生した逆断層型の地震になります。めくっていただいてその逆断層型と推定した根拠になる解析結果、発震機構解になります。まためくっていただいて今回の地震活動の説明です。左上が全体ヒーター図です。赤丸が今回の地震で、真ん中の図がそれを少しクローズアップした地震です。で周りの青い丸は最初の大きな地震の後に発生している地震を示しています。右側にその地震の発生状況の経過図を示しています。めくっていただいて石川県能登地方の地震の発生場所の詳細として2020年からの地震の状況を示しています。この地域ではここ2年ほど地震活動が活発になっております。灰色がその2020年以降の地震を書いているところです。で赤丸が今回の地震以降の震度を書いています。めくっていただいてこちらは最大震度別の地震回数表です。ちょっと注意していただきたいのはこの今日の地震の前までの回数表になっています。14時までですのでこれまでの回数に今回の地震を足し合わせると全体が見えるという形になります。めくっていただいて今回の地震周辺の過去の主な地震活動です。ちょっと昔から書いたものになります。この辺りでは2007年に能登半島地震が発生しています。この図でいうと括弧3、緑色の丸がついているのがその地震になります。はい、でめくっていただくと、次は、関連の資料のリンク集です。改めて、今回の防災上の留意事項と今後の見通しを改めて申し上げます。戻っていただいてこちらです。防災上の留意事項です。この地震により若干の海面変動が予想されますが被害の心配はありません。揺れの強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっていますので今後の地震活動や降雨の状況に十分注意しやむを得ない事情がない限り危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図るよう心がけてください。今後の見通しです。過去の事例では大地震発生後に同程度の地震が発生した割合は 1,2 割あることから揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度最大震度6強程度の地震に注意してください。特に今後 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。またこの地域では2年以上地震活動が続いており当面継続すると考えられますので引き続き注意してください。資料の説明は以上になります。ありがとうございます。感謝からの質問なんですけれども先ほどもおっしゃって
おっしゃられたようにこの石川県能登地方では令和2年12月から地震活動が活発化しており、昨年6月にも最大震度6弱の地震が発生しております。このように、大きな地震が頻発する原因について気象庁としてはどのように分析されているのでしょうか。そうですね、詳細な原因というのはまだ調査段階だと認識しております。一方で政府の地震調査委員会ではちょうど先月ですね、先月この活動の評価がなされております。で、毎月評価しているんですが、先月その評価の内容に一部更新されました。で、その中では、ちょっとその評価を読み上げますと、地震変動域の変化、すいません、地殻変動域の変化、地震活動の線部への移動、電気伝導度の分布などから今回の活動には流体の移動が関与している可能性がある、これまでの地震活動および地殻変動の状況を踏まえると一連の地震活動は当分続くと考えられるので強い揺れに注意が必要である、こういった評価がされております。ありがとうございます。幹事社からは以上となります。はい、NHK の徳田です。はい、今回の6強の後もですね、地震が続いています。これから夜間の時間帯になりますので、揺れた地域の方々にどのような点に注意してほしいか教えてください。はい、やはり揺れがまだまだ続くような地震が発生する可能性がありますので、改めて周囲に危険なものがないか、特に夜寝るような場所では何か落ちてくるようなものがないかなどご確認をいただければと思います。はい、で説明の中にもありましたけれども、大型連休の期間中で普段とは違う場所で過ごしている方も多いと思います。こういった旅行中の方々が取った方がいい行動についてより詳細に教えてください。そうですね、周囲に危険な場所がないか、赴くようなところが何かそういった危険な崖の近くだとかそういうところではないかなど改めてご確認ください。で、そういった場合になるべくそういった場所には近づかない、そういったことをしていただければと思います。今回の地震なんですけれども、2020年から続いて地震の中で最大クラスの地震というふうには表現して間違いないでしょうか。はい、そうですね、マグニチュードも最大で、観測した最大震度も最大になります。ありがとうございます。すいません、テレビ東京の久保田です。はい、最大震度珠洲で6強ということですけども、計測震度はいくつだか教えていただけますか。ですね、計測震度はちょっと待ってくださいね。計測震度 6.1 です。はい、実志松田と申します。震央の位置が、図では海岸よりその右側にプロットされているんですが、はい、これはその、精度の問題としてははっきり海側なのか、それとも陸側というか陸側との境界あたりなのかという、大体の位置というふうに考えてよろしいですか。暫定値は海の上に落ちたということでいいんですよね。はい、震央の位置は解析し直した結果、海のところに決まりました。なるほど。はい、で、今現在津波は起きなかったということで。そう、海面変動ですね、を観測している状況です。はい、範囲としてはどれぐらいの範囲ですか。ですね、ちょっと待ってくださいね。0.1 メートル程度の潮位変化を観測しています。観測された珠洲市、長橋、輪島港と輪島、これは潮位の観測点名ですね。これいずれも参加、はい、石川県内。そうですね、はい、
で、あの元に戻ってその、逆断層型なんですが、はい、どっちの向きにどうなったっていう大体の推定はありますか？こちらですね、どちらの面が動いたかまではまだ分かりません。なるほど、はい、あの 方向としては 北から北東側から南西側、それもまだ今のところまだそこまでの分析ができていない。そうですね、あの発震機構の分析だと候補が2つの傾斜の候補が出るんですけど、そのどちらが動いたかというのはすぐにはちょっと難しいですね。まあ、あの分析したら分かるかというのは、分かるものもあれば分からないものもあります。過去2年間あの、はい、置き方としてはこのあたりはやっぱ逆断層型の多いですか？が多いですかね。あ、はい、あの5個大雑把には南部方向に圧縮されている形になる、そう言い切っていいかがちょっと分かりません。分かりました、どうした。テレビ朝日の中尾と申します。はい、今回の地震、あの今質問ともつながるところがありますが、まあ、あの結果的に海の底で、まあ、震源があったようだというところなんですけれども、これまで一連の中で最大規模の地震だったが、まあ、幸い津波の被害というものは生じなかったということなんですけれども、今後そのいわゆるまあ余震というか後発地震というかが続いた際にはですね、津波の恐れというのは引き続きあるものなんでしょうか？いかがで、いかがな見解でしょうか？それはどういった地震が起こるかによるのでちょっとわからないですね。あの海域で大きな地震が発生すれば津波の恐れはありますし、あの震央が陸域だとしても大きな地震であれば、震央というのは断層の動き始めの位置ですので、その、大きな地震ほど大きな断層になるんですね。なので陸域だに震央があったとしても大きな地震であれば海域の方まで断層が行くことがあります。そういう時には津波が発生する可能性もありますので、震央が海だのからダメな、海だからなのか陸だからというよりは、そういった大きさとか発生場所によって変わるので、どうなるかというのはちょっと分かりません。ではあの引き続き大きな地震に注意ということなんですけれども、はい、今回これまでで最大規模だけど、うん、津波起きなかったから津波の心配は必要ないということではなく、場合によっては津波の心配の必要はある、うん、情報への情報をよく聞いて、はい、対応していく必要があるということでしょう。はい、あの発生する地震によってはそういうことはあると思います。でそういう場合には気象庁は津波の恐れがある場合には津波警報注意報を速やかに発表しますので、そういった情報に注意していただければと思います。わかりました。ちょっと重ねてになりますけれども、あの、まあ、今後も地震が続く可能性があるで、津波についてはちょっとあのケースバイケースではありますけれども、その点踏まえて改めて、国民の皆さんへ呼びかけがあればお願いします。そうですね、あのやはり今回の地震のポイントは、浅い場所で発生した地震というところですね。なので、近くでものすごい強い揺れになっています。震度6強という強い揺れですので、そういった揺れへの備えというのがまず第一に来ると思います。一方で発生場所によっては、発生場所や規模によっては津波が発生することもあり得ます。でその場合には津波注意報警報も発表しますので、そういうものが津波注意報警報が発表されましたら、津波からの避難など注意して行っていただければと思います。わかりました、ありがとうございます。あ、すみません、石川県の報告新聞の佐田木と申します。よろしくお願いします。今年の3月にあの珠洲市の方であの大学の教授さんがあの今回 その流体が関わる地震は、まあ、徐々に収束傾向にあるというようなお話もされ、報告会の中で、説明をされていたんですけれども、まあ、今回その中で、まあ、最大の、今までの2年間では最大の地震が起きたということについて、まあまあ、もちろんあの気象庁としてでのなんか、見解ですというか お聞かせいただけたらと思います。そうですね、この地域地震活動が活発な状態がずっと続いていて、今後の見通しというのが難しい地域です。
ですので、まあ、当面まだ活動は続いている状況ですので、まあ、注意につかつこういった大きな地震が起こりうるということに注意していただいて、できる限りの備えをしていただければと思います。通信松です。緊急地震速報のところで教えてください。はい、長周期地震動の階級が出ているんですが、これは能登地方が、4と予測して緊急地震速報を出して、で実際に観測されたのが3だったと、そういうことでよろしいですか。観測した長周期地震動階級は3ですね。はい、はい、で緊急地震速報の方ですね。あ、そうですね、長周期地震動階級4という予想を出している、はい、4と予測して実際は3だったと。そうですね、はい。それで長周期地震速地震動階級の予測というのも緊急地震速報の中でやりますよというふうにしてから、はい、今回が初めてのケースですか。そうですね、今回が初めてのケースです。わかりました、どうです、はい。朝日新聞の宮野です。マグニチュードの規模のことでお伺いしたいんですけれども、はい、昨年の地震と今回のを比べると、マグニチュードが1違うとエネルギーが約30倍というふうに、伺っているんですけれども、うん、今回 1.1 増える、うん、の場合はどれぐらいになるかっていうのは、まあ前回が 5.4 から今回 6.5 になるからということですね。そうですね、なんと答えたらいいかな。ごめんなさい、じゃあそちらから。はい、今回マグニチュードが 1.1 大きいということですので、だいたい40から50倍の大きさになって、単純にエネルギーで比べた場合ですけれども、40から50倍というところになります。40から50倍大きいという形。はい、あ、はい、読売新聞の池田と言います。すみません、お手元にあればでいいんですか。去年の6月19と20の地震のマグニチュード6弱とその5強というのがあります。このマグニチュードちょっとあったら教えていただきたいんですか。去年の地震のマグニチュード6月19日のマグニチュードですか。20日と20日の、あ、ちょっと手元に今、あ、これですね、マグニチュード 5.0 です。たびたびすみません、地図しますです。震央分布図のですね、その後余震というか、まあ、その後の続けて起きた地震の青丸のやつを見ると、震央に対して、陸地に関しては西方の方に広がっているように見えるんですが、これでも最初のが起きてからまだ時間が少ないので、うん、これ分布のですね、まあ、例えば明日とか、その後どうなったっていうのの続報は出ますでしょうか。そうですね、ちょっと明日そういう形をするかはまだわからないんですが、引き続き分析をしていき、
必要な時には、こういう状況ですという説明をすると思います。定例の記者会見もありますので、そういった中でも解説したいと思います。どっちの方に広がっていってるのかっていうのは地元の人はすごい興味が合うところだと思いますので、よろしくお願いします。はい、また注意事項なんですけども、今後能登地方は雨も、予想されていますけども、それについての注意事項をまた改めて教えてください。はい、雨の件はじゃあお願いします。これからの、石川県の天気につきましては、明日7日にかけて日本海の前線が南下して雨が降る見込みです。で、具体的には、今夜から雨が降り始めて、明日午後からはまとまった雨となり、夜には雨のピークを、迎えると、1時間30ミリ以上の激しい雨が降る予想となっております。で、引き続き、7日にかけて雨が続く見込みとなっております。日本テレビの伊藤です。潮位変化観測されている地点、今一度ちょっと教えていただけますでしょうか。すいません、珠洲市長橋、輪島港、輪島、はい、の3カ所です。あ、びっくりしました。実はすいません、ちょっと話戻って、大雨の件は、警報の基準引き下げはやります。警報の基準は、これから、暫定基準を設ける、予定となっております。まあ、それに応じて、一応、警報級の可能性としましては、明日の6時から、注意を見込んでいるといったところです。わかりました、お待ちしております。読売新聞の林と言います。すみません、何点かお願いします。メカニズムについてなんですけれども、能登地方でですね、そのこれまで気象庁でも ABCD というようなこうエリア分けをして、その地震が何件か起きていると思うんですけれども、今回のはその D の位置ということでよろしかったでしょうか、ということですね。あと、まあ、震源がその、まあ、ABCD ないし E とかいう形でその震源が移動拡大しているんですけれども、今回もまあそういったこう動きに即した形で起きているというふうに見てらっしゃるんでしょうか。まず領域は、これまで、分けていた領域でいうと、おっしゃる通り D の領域になります。で、震源の移動などについてはこれから詳細に調べるところで、まあ、今ところはこの活動域内で発生した地震というところまでです。すみません、じゃあ続けてお願いします。今回の地震はすみません、群発地震というふうに分類される地震ということでしょうか。群発地震という言い方は気象庁は定義が難しくてしていないんですが、活動が活発な地域で、発生した地震と考えています。あともう一点、すみません、長周期地震動についての話なんですけれども、予報の段階ですみません、4だったところが実際、階級が4だったところは実際は3だったというようなお話がもとあったと思うんですけれども、まあ、そういった今回その実測をこう出され情報を出されたタイミングであるとか、あるいは実際4と予測していたところは、まあ、結果は3だったとかいったところも精度の話も踏まえてですね、まあ、今回初めて出されまして、その、まあ、どういうように評価、自己評価というか皆さんされていらっしゃるんでしょうかと。お願いします。実際どういう状況だったかという分析はこれからになります。現時点では、こちら先ほどの図にあります通り、警報を発表した時点での、主要度到達までの時間とか、こういったところの分析までになっております。
すみません、今のところちょっと追加なんですけれども、その、まあ、現地の皆さんからすればですね、非常にこう大事な情報の一つ、はい、今回2月からできたと思うんですけれども、そういったあの皆さん の, その防災に資する形で情報が出せたというふうには捉えていらっしゃいますか。そうですね、緊急地震速報はあの揺れを観測したことをからで発表するので、この図を見ていただくと、ゼロって書いてあるところは、まあ、強い揺れが始まってるところなんですね。なのでゼロの範囲内のところでは、まあ、揺れは強い揺れを感じ始めているとは思います。一方で、その感じ始めた地震に対して緊急地震速報としてお知らせすることで、エリアの外はまだ強い揺れは始まっていませんし、揺れ始めているところでも地震が起きているということで、備えにつながるのかなとは思っております。すみません、これで会見は、すみません、これで会見は終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい。